教えてワクワク23区。本日お越しいただいたのは千代田区の石川正美区長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千代田区長には千代田区の魅力をたっぷりご紹介していただきます、はい、それでは早速千代田区のワクワクポイントこちらです。3つです。はい、憩いの場ランサポ、うん、江戸時代にタイムスリップ、そして芸術の発信地ということなんですけれども、まずあんちゃん、どれが気になりますか。そうですね、江戸時代にタイムスリップが気になりますね、はい、ということの区長、どういうことなんですか、はい、タイムスリップということなんですが、中村さんがおっしゃった通り、はい、江戸時代のタイムスリップ、はい、明日の、はい、明日、7日から、はい、山王祭りが始まります。山王祭り、山王祭り、この祭りはですね、はい、徳川将軍の上覧を仰ぐ伝統の天下祭りとして江戸時代から続いております、はい、今年の山王祭り、来年の神田祭り、はいはい、もう一つは、うん、まあ、深川祭り、はいはい、なんか昔門前仲町に住んでたから、そう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 、私そうなんです。さすが区長、あんちゃんの情報を調べてますね。だけどもう一つは三社祭りという説もあるんです。今日は三大祭り、今日は中村さんに敬意を表して深川祭りと言います。ありがとうございます。今日差し上げますから、あんちゃん、そんな気軽に言わないでください。ここまで待ってていただきます。区長、その中でも見どころはどこになりますでしょうか。そうですね、13日から信仰祭りというのがありまして、これは飾ってあるおみこしですとか出汁を約300メートルに及んで行列、都心の街を進むということでございます、はい、それから500人ぐらいが王朝の相続をまとって進むという絵巻物語のようなんですけど、恥ずかしながら私もそこに加わって王朝の相続で人力車に乗って、はい、人力車に乗るんですか、上に。なんかね、見せ物みたいなんですけど、ね、恥ずかしいんですけど。でもいや、区長ですからね。いや区長は人力車を引いてもらわなきゃ。ほら、そうか、なるほど、乗っかっちゃったんだから。まさにね、江戸時代の、はい、タイムスリップ。じゃあそれ見ると江戸時代わかると。そういうことですね。テレビでニュースでは見たことあるんですけどね、ぜひ行ってね、見ていただきたいですね。あ、この辺も通りますよ、はい、お、はい、この辺も、はい、お、残念いないんだ。はい、さあ、しんちゃん、次に気になるポイントどれでしょうか。はい、憩いの場ランサポっていうのが気になります。はい、ね、ランサポ、ね、ランサポ、うん、はい、区長、このランサポって一体何なんですか。はい、大変皇居周辺で、はい、マラソンが流行ってますんで、そうですね、マラソンをのランナーが、はい、あー、着替えをしたり、はい、あるいはちょっと一休みしたり、ありますね、休憩をしる場所をランナーサポートという施設というふうに言われてます。それ略してランサポっていうんですね。はい、で、まあ、で、本当、皇居スタジオからも見えるんです、うん、本当に皆さんよく走ってらっしゃるんですよね。で、あんちゃんも以前皇居の周り走ってるって言ってましたけど、その時使いましたロッカーがあって、うん、丸ビルの下にあったんですけど、うん、新丸かな、うん、はい、すごいね、500円か700円ぐらいでシャワーも、いや、そう、はい、ちなみにこちらが皇居周辺のランサポマップなんですけども、今ね20カ所ぐらいあるそうですね、区長。だから皆さんお仕事の帰りスーツで行って着替えて、でまたスーツに着替えて帰ってるって、うん、はい、便利。一緒に入れるのシャワー。え、入れません。そこは男女別になってると思いますね。ただ区長ね、実はこのランナーのマナーについてちょっとね問題があったそうですね。ずいぶんですね、走る方、歩く方、はい、自転車、はい、等がもう非常に多いんで、ちょうど1年前、はい、そうですね、今日の日、はい、うん、あら、こちらですね、9つのルールを作ったんです、はい、ルール作った、はい、いいですね、今日の日がね、はい、1年前にできた、はい、で1年口を動かさないで、ね、口を私から取り上げたら回したんですけど、なんで増やしたんです。でも口を1年経ってどうですか。でこの中の、まあ、あんちゃん知ってるということなんですが、はい、ちょっとなんか守られてるか。いや、私どっち回りで走ってます、はい、どっち回り、はい、どっち回り、はい、どっち回り、ちょっと問題です。みんなに従ってます。でもまあ正しいですけど、
そう逆いる時計の逆もあるでしょ。たまに逆いるんですよ。あ、本当に。そう、みんなこっち行ってるのにあっちから来るの、はい、逆回り、時計の逆回りがこのルールの入ってるの、はい、でもね、だいぶ1年経って区長ね守られてきてるようで、そうそう、でもただもう一つ区長気をつけてほしいマナーがあるそうですね、うん、このルールの中にも、はい、あの歩きスマホ、はい、危ないでしょ。あ、はい、でその、はい、歩きスマホ、あ、このルールも作ります。はい、歩きスマホ非常に危ない、はい、だからスマホをやあのかけるときは、はい、止まって書いていただく、はい、でこれをね、あのスマホの、あ、これがそうなの、はい、あ、これがスマホ、スマホなの。松田さん、スマホ分かりますか。分かんないけど、俺はなんかこれ踏み絵かと思ったもん。違う、でも歩きながらやっちゃダメっていう、熱中しちゃうんですよ、ね、すぐ熱中しちゃう、はい、そういうことね、あの、はい、歩いてる人とぶつかって喧嘩になる。あ、そうですか。口は口は私の後ろを口にやらなくて、次、次じゃないですよ、これ区長のランニングだけでなくて、千代田区ではサイクリングと自転車にも力を入れようという動きがあるそうですね。あの今のですね、スマホですとかそのこうランナーの、ね、はい、ルールもそうですし、はい、それから自転車についても、はい、コミュニティサイクルといって、はい、自由に、うん、どこででも乗れることをね、はい、10月から、はい、始めます。はい、これ実証授業で実験的にやるそうですね。実験的にやります。はい、で約ですね、あの自転車を置いてあるところが30箇所、はい、で自転車が約300台ぐらい用意いたします。はいはい、今写真出てます、はい、ここですね、こんな感じ ですね、でこうしたことも、はい、まさに2020年にオリンピックが、はい、あ、東京で開催されますんで、はい、優しい街がある、マナーのある街。分かった、これどこで乗ってどこで降ろしてもよくてっていう。そうです、はい、やっと分かった。そうか、はい、ということで、ね、環境に優しい、ね、街づくりを目指してるんですが、はい、最後のポイント、芸術の発信地というのがあるんですが、区長、これはどういうことなんでしょうか。これはあの松尾さんと中野さんもいらっしゃったんでしょ、はいはい、そうなんです、はい、あのちょうど秋葉原のところにですね、はい、アーツ千代田331っていう、はい、そういう、まあ、新しいですね、はい、アーティストを養成したりする場所であります。そ、はい、れどう行ったっけ。行きました。 あ、 行った。あれ、おもちゃ、おもちゃのそのなんかあれ触りませんでした。飛行機に乗りました。あ、いや、飛行機、飛行機、飛行機が飾ったところ、飛行機乗ったの出てたよ。あ、そうだ、飛行、あ、そうでした、どうもすいません、すいません。あの、しかもこの時期はあのね、あの佐野祭りに合わせたイベントも行われるんですよね。あの、ここで、はい、あの、あの山王祭りのさまざまな、はい、出汁ですとか、はい、絵巻きだとか、あるいは道具だとか、はい、そういうものをね、はい、江戸時代のワークショップっていう形でイベントを開催いたします。ここへいらっしゃればまたあの、江戸時代のタイムスリップこちらでもできると思います。はい、